はい、ワドツどうもどうも、ジュノンボーイです。みんなが羨ましがるような超絶イケメンです。よろしくお願いします。キツネ2号さん、おい、おい、何おいって。キツネ3号さん、ワドツ。はい、ワドツ。キツネ4号さん、ニャンツバ。はい、ニャンツバ。30分だけやります。よろしくお願いします。いや、マジでね、映画1分大変なんだよ。これ風船だったのかわら。キツネ1号さん、この時間に来るのなんてハズレしかおらんや。まあね、まあね。キツネ5号さん、ワドツ。まあね、キツネ6号さん、ね、帰ってきました。おかえり、ワドツ。まあね、まあね。いや、でもこの時間結構投げてくれる人いるよ。主婦、セレブリティなマダムたちが投げてくれるの。失礼なテロップやな。事実です。事実。狐7号さん、映画できるのか。映画できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかっすね。本当に笑い事じゃなく、ネタじゃなく、できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかっすよ。まあ結果は2年後ですよ。狐8号さん、朝どれが100発以上もらってたから、ね、いやー、なんかどれさんね、昨日も100発もらってたからいい感じだよね。クリスマスにお金いるから W、まあ、クリスマスお金かかるよね。お、リア充、彼女にプレゼントリア充、娘にプレゼントリア充、いいね。いや、もう本当にハズレですよ。ハズレ、ハズレ配信者とハズレリスナーですよ。わかる。キツネ10号さん、やるには原子がいります。まあまあ原子いるよ。まあまあいいじゃん、いいじゃん、まったり楽しもうぜ。俺らにはさ、雑草には雑草の生き方あるから。キツネ11号さん、うん、イオンのレンタルなら11時15時で36万ぐらいらしい。ネット収益で36万。キツネちゃんさん、ありがとう、ありがとう、入りマース欲しい。ありがとうね、うん、教えてくれてありがとう。イオンか。36万結構するんだな。当たりはいります。当たりリスナー最近いないよね。ハズレ、ようこそハズレリスナーさん。キツネ9号さん、お、当たりきたってよ。当たりきた。キツネ14号さん、プレゼントはあげるよりももらう人がリア充。キツネ13号さん、名言だね。どういうのが当たり。いや、それは花火でしょ。ファンタスティックなリスナーだよ。だってファンタスティックなリスナーじゃないんだもん。ハズレリスナーだ。ファンタスティック以外認めねえから俺。ファンタスティック以外はハズレだよ。200席。キツネ12号さん、残念ながら。キツネ2号さん、ひでえな。そんなこと。ほら出た、イルカ。ほら、ハズレじゃん。15号さん、イルカをプレゼントしました。ハズレ来たよ、ハズレ。キツネ7号さん、風船はクズです。クズだよ。キツネ16号さん、ハズレバカにすんだ。何人集まっても、ハズレはハズレだから。イルカは大当たり。大当たりじゃない、大ハズレだよ。キツネ9号さん、リア充だけがお金かかるんじゃないから、子供とか義母とかにかかるんだって。なるほどね。なるほどね。キツネ7号さん、偉そうに。偉そうに。そうなんだよね。そうなんだよ、態度だけは殿様クラスだから、やばいよ、ね、ピッコロいらないよ、もう得意の言ってみろよ。感謝なんかいない、うん、言えよ、うん、うるさい、ハズレ。キツネ12号さん、レアなやつ、今さら来たよ、ピッコロ。キツネ9号さん、レアだな、 W。 うるせえ、レアじゃねえよ、ハズレだよ。レアブルな、光ってない、虹色に光るやつがレアなんだよ、虹色に。ゲームとかでもそうだろ、ヒノキの棒みたいなもんだから。キツネ17号さん、よ、ワド、おはよう。おはよう。キツネ18号さん、君何のために配信してるの。いや、だからハズレとハズレを確認し合うためだよ。俺たちハズレだよな。キツネ11号さん、人数少ないと。ハズレ同士で慣れ合ってるんだよ。キツネ16号さん、顔出ししないで、ずっとこれでいい。ガシするよ、ガシ。キツネ7号さん、風船はクズです。キツネ18号さん、寒いわ。俺はファンタスティックなリスナーを待ってるんだよ。ファンタスティックって叫びたいんだよ。キツネ14号さん、ハズレブラック。
いやーもう部落だよね、本当だよ本当だよ、部落だよ、村八分になった部落みたいになってきてる本当にこれもう部落だよ、ふわっち部落だよ、ふわっち部落。キツネ7号さん、たまたま休みででもお前にあげたくないからアイテムあげまてん、残念です、残念です。キツネ9号さん、ゾーンに入っちゃったね。もう入ってるよ完全に、うん、部落の長としてかき集めようぜ、ハズレミンたちを、無課金ハズレミン、キツネちゃんさん、ハズレブラック、ファンタスティックを、いらないいらない、それ全然ファンタスティックじゃないから本当に。キツネ12号さん、またレア、レアレア、キツネ7号さん、アイテム、その返し方、うるさいうるさいうるさい。キツネ14号さん、ハズレン号、ハズレン号出た、コメントセンスだけは一丁前、ネット古いんだろうな多分。14号さんはハズ連合って書けるんだよね、すごいよね、発想がすごいよね。キツネ18号さん、今日アイテム飛んでるね、飛んでるよ、無課金アイテムが、無課金アイテムが盛大に飛ぶわけだから。配信で稼ぎたいのに自由奔放にすんのか、うん、そりゃ上がるもんも上がらなくなるで。キツネ5号さん、ゴミ処理場。キツネ19号さん、これはリズちゃんが描いたの？リズちゃんじゃないよ、ナリコじゃない、これは東日本じゃ抵抗ない言葉だし、集落の意味合いで使われてるけど、うん、西日本なら大変なことになるわら。あ、そうなんだ、そう、なんか東日本と西日本の文化の違いって違うよね、そう、部落って普通に使われてるもんね。あ、もうカレーやめて、ほんとにウフじゃなくても。キツネ7号さん、誰か花火投げてみろよ。投げないのが我々だから、我々外れ、外れ連合、外れたちが集まってるから、外れアイテムしか投げないのがミソなんだよ、わかる。キツネ21号さん、俺だって今月ファンタスティック1回しか見てないんだよ。泣いたり机叩いたり、今時見れねえぞそんな配信。キツネ9号さん、九州だけど村落みたいな感覚で部落って使うけどな。いや、だからあの大阪とかでしょ、西日本って。だから沖縄のばあちゃんも部落って、やっぱ自分の村のことを部落って呼んでたもん。あの大阪の方が部落って差別用語なんだ、被差別村っていう意味で部落って使ってるから、うん、今月1回ファンタスティック見た。なファンタスティックだって1日1万円稼がないといけないってことは、1日ファンタスティックを2回見ないといけない計算なんだよ。花火20発飛ばないと俺生活できないんだって。もうギリギリだよ本当に。1日花火20発飛ばないと生活ができないのに。花火投げたらブロックされるって聞いてる。いや花火投げないとやばいっつーの本当に。西日本でブラックって言って笑ったら、和道の家にブラック解放同盟が来て、ああ、そのレベルなんだ。だからあの関東、まあ東京とかでブラックってないからね、ブラック解放同盟がよくわかんないもん。キツネ2号さん、そう、追い詰められる前の余裕ぶってる和道はムカつくけど、必死な和道はおもろい。必死だよ、ギリギリだよ、ギリギリ、本当にギリギリでいつも生きていたいから。ああ、キツネ23号さん、どうやって生きてるの？わかんない、ギリギリ、奇跡的に月末になるとなぜか奇跡が起こる。月末にサンタさんが現れると思ってる。ただ今年サンタさん来なかったらもう本当終わりだから。キツネ14号さん、ブラックブラック、うん、ああ、キツネ12号さん、ハズ連合で終わっとけよかったのに。キツネ20号さん、部落解放同盟は差別がなくなったら食いぶちなくなるから、差別を残したいのが本音らしいけど。まあまあいろいろあるでしょ、大人の都合が、うん、いろいろあるよ。キツネ2号さん、しかも前のんちゃんと別れるとか好きにさせてくんないとか言ってたけど、好きなことを普段してるのになんであんなストレス溜まってんだよって話でしょう。うるさい、本質をつくコメントなんていらないんだよ、本質なんていらないんだよ、何それ。キ
狐22号さん、あの花火くださいの YouTube かけたら花火飛ぶかも。うん、何それ花火くださいの YouTube って。狐9号さん、和道が理不尽でできている。狐24号さん、俺理不尽かな。狐2号さん、心配してくれるならありがたいことだろ。理不尽の使い方違くない？理不尽ってそういうことじゃなくない？俺理不尽ではないよ。めちゃくちゃなだけだと思ってるよ。狐22号さん、和道が花火くださいって言ってる YouTube の歌知らない？知らない。あー、うなちゃんまんこが作ったやつかな、わかんないけど。狐24号さん、和道さんは弁が立つからコンサルタントとか向いてそうだね。どうだろうね。狐22号さん、それそれ、あれか、あれはデータ持ってないし携帯配信だからな。いや、人の曲で稼ぐとかやだな。狐25号さん、解放のことは大嫌いになったの？うん、いや別に波紋になっただけ。和道さん、おはよう。今日も頑張って稼いできたよ。頑張って稼いできたけど俺はやばいよ。もう全然今日稼げてないよ。いいな、偉いね。おっぱい、おっぱぶの女の子、もしかしておっぱぶ嬢、 A カップのおっぱぶ嬢来たのかな。キツネ9号さん、そろそろ波紋といてやったら、うん、波紋、昨日波紋にしたから早すぎるよ。キツネ26号さん、こんにちは。35,000円。3万5000円か、いいね、頑張ったね。おっぱいいっぱい揉まれたんだね。あ、でも A カップだから揉まれないか。解放は心底のアホだわ。人間的に無理。いやー、ちょっと今回は腹立ったね。キツネ16号さん、キャスはやんないの？俺キャスやんないっすね。キツネ16号さん、そそ、A カップのセクキャバ嬢です。どうもどうも。なんで A カップのセクキャバ嬢が俺の配信に居ついてるのかちょっとよくわかんないけど。なんかね、毎日来るんだよ、この A カップのセクキャバ嬢。おはようございます。あ、どうも金本さん、おはようございます。そう、 A カップの店ナンバーワンの売り上げのセッキャバ嬢が俺の枠に朝来るようになってるんだよ。謎、うん、謎。狐28号さん、 B は欲しい。いや、でもこの子ナンバーワンなんだって。めちゃめちゃ稼いでるらしいよ。ちなみにのりこは E カップだから。はいはい、お得な情報出た。のりこは E カップ。 A カップでナンバーワン。そう、 A カップでナンバー、昨日ね、なんか言ってた。キツネ枠で。狐26号さん、おっぱぶって意外と揉まれてるだけじゃないんですよ。 W 深いね、なんかおっぱぶって意外と揉まれてるだけじゃないんですよ。狐23号さん、解放は何カップ？知らねえよ。狐24号さん、ロリコン多いのかな。いや、だからなんかあれじゃん、なんか意外性じゃないの。意外性、 G カップのニートなんだ。狐5号さん、花火は投げないの。1ナンバーワンは花火投げないよ。風船も投げないよ。トーク力と容姿も必要で。あー、まあトーク力は必要だろうね、水商売。顔もいいよアピールか。まあでもそうでしょ、 A カップでナンバーワンってことは顔いいんでしょ。誰になの、誰になのか教えて。顔、芸能人で言うと誰に似てんの。キツネ26号さん、営業もしないと指名呼べないから。まあそうだろうね、うん、そうだ。まあ大変だよな。昨日6万だっけ売り上げ。キツネ26号さん、誰だろう。言われ、お客さんとかに言われるの。お客さんに言われる、誰々に似てるねって。だって顔が良くないとって言ったってことはね、誰かに似てるって言われるでしょ。さあ、 A カップは誰になんだろう。 A カップセッキャバ嬢は。狐26号さん、納得されるのは古いのはユンソナとか白石美穂とか。古っ。狐26号さん、ショー。狐11号さん、解放しのでしやめたのかな。ユンソナとか白石、ババアだなこいつ。おい、みんな騙されるな。解散だ解散。ババアだよこれ、ババア。これババアだよ。この A カップババアだわ、ババア。絶対ババア。絶対ババアだ。アグリンだなこれ、アグリンだわ。あ、これもう期待外れだ。解散解散、アグリンだよ。
ブスじゃねえかよ。何がだよ。もう解散だよ解散。まだ起きれない。はい、もうこの話終わり。解散解散。何が何がよそれ。騙されないから俺らは。俺らは騙されないからね。ハズレだよハズレ。やっぱりハズレリスナーだよ。はい解散。はい解散。狐23号さん金に言うですけど、狐24号さん解散までする事ないよわら。キャバクラとセクキャバって？キャバクラはオッパブだね。セクキャバっていうのはおっぱい触り放題パブだよ。狐30号さんとうとう首吊りたくなったの？ナンバーワンセッキャバ嬢だよ。ナンバーワンセッキャバ嬢。狐7号さんだってそうやってアイテムも投げないとかうざすぎだろ。もうお前もここにいるの全員投げてないからやめて。ここにいる全員投げないから。 A カップの時点で始まってなかったのは事実。いや始まってたでしょ。ちょっとねやっぱ期待大だったよね。ダメだババアだよババア。狐26号さん、いや金持ちのおっさんに好かれるんですよ。もういいからもう終わったから。26号の時代は終わったんだよもう。狐31号さん最高です。もういいよいいよ手拍子いらないから。いい要素の調子がうわー大当たり嘘だろこれがあるんだぞ。あーマジかよマジかよ来たー大当たりー来たー来たー一撃必殺ありがとうございます。初めて見たクリスマスツリーありがとうございます。ふひゃー来たぜー。ありがたすありがたすありがたすありがとうございます。クリスマスツリー初めて見た。32号さんありがとうございます。おい26号黙れうるさいぞ。26号お前のおっぱいはもうお前のおっぱいは俺らはいじりまくったから、うん、5000円アイテムですよ。奇跡だよありがとうございます。32号さんパチパチありがとう。いや26号はもう本当にもうがっかりだよ。本当にパチパチやめてよ。もうハズレアイテムやめてください。うん、狐30号さん30号この前ありがとうって言わないって言ってた。そんなこと言わない俺は。そうだよそうだよメリークリスマスメリクリーメリクリーテヘペロテヘペロアンチが発狂してるよ。ハズレリスナーたちが発狂してるよ。ハズレのひがみほど怖いものないよ。ハズレのひがみ朝からハズレどもがひがんでるよ。ハズレどもがハズレが嫉妬してるよ。よかったありがとう25号さん、うん、おちんどやめてください、うん、アイテム反映されてるのかな。え何11号さんどういうこと、うん、クリスマスいやいや還元率一緒還元率一緒。招き猫じゃないの還元率が高いのって。よかったよ、うん、7号ありがとう。おい26号うるせえよ A カップよ。お前が稼いでるかどうかの話は終わったんだよ。昨日も散々しただろうがよ。俺は食うか食わないかのギリギリなんだよ今。わかる？お前と違くてね、俺いい波乗ってないねーだから。わかる？いい波乗ってないねー状態がもう10時間ぐらい続いてたんですよ。やっと来た波だから。俺でもチッパイ好きだけどね。嫌いじゃないよ。小さいおっぱい嫌いじゃないよ。11号さんいつもすぐに画面にアイテムが反映されてるから、うん、上げたハートも反映されてる。あそうなんだ。狐7号さん26号面倒、うん、狐40号さん揉むか揉まれるかギリギリなんだよ。ギリギリだよね。狐42号さんばあさん横で寝てるのかな。狐26号さん明日は4万2000円もらえる。いいねいいね稼ぐね。月何休みなのじゃ。26号出勤どれくらいすんの。出勤狐
ツネ5号さん、バドハビーカップ、 カップキツネ25号さん、おい、クリスマスアイテムくれたのは32号だぞ。知ってるよ、32号ありがとうって言ってるじゃん、さっきから。俺32号ありがとうってずっと言ってるよ。うるせえよ、何がワドツだよ。ハズレアイテム投げんなよ、43号、ふざけんなよ。今は32号さんの時代なんだよ。32号さんのハズレアイテム投げないでくださいだよね。セッキャバで明日のギャラが確定してるの意味が分かんないよね。俺も思った、取っ払いでしょ。でもね、32号さんだよね、俺言ってるよね。やめろ23号いいねとかやめろ。ハズレアイテム投げんなや、やめろ、ハズレアイテムやめろ。ワドツ今は当たりファンタスティックなリスナーを求めてるから。今月は稼ぎ時だから店から出勤しろ。うさくて28日出勤、すげえな、頑張り屋さんだね。ハズレアイテムやめろ、来たね、もうやめろやめろやめろ、やめてくれやめてくれやめろ、メガホンとかやめろやめろやめろ、メガホンやめて、いらない、やめて、いいねもいらない、もう今は今はやめて、本当に可愛いクマとかいい、もうもういいもういい、そんなのいらない。おはようございます、やめて、いいねやめて、見たくない、もう見飽きた、いいねとか初見ですとか見飽きた、風船とかバーガーとか、うん、そういうのいい、こんばんにゃとかやめて、殺すよ、うん、手渡しとか時給も変わってくんだ、へえ。のんちゃんこのクマ好きそうだよね、わかる、のんちゃんぬいぐるみ大好き、やめて、いいねやめて、あ、その手拍子が一番ムカつく、手拍子が一番腹立つ、なんかやめてください、やめてください、ハズレアイテムを投げるのやめてください、他で投げてください、やめてやめてやめて、もうせっかくいい流れだったのに、ああ、せっかく32号さんがいい波を起こしてくれたのに、お前らがこういうことするから、いっぱいじゃねえよ、32号さんが会心の一撃を出したのだって、小賢しいな、小賢しいな、ハズレだな、ハズレ、メガホンとかさ、オーナメントとかこんなんばっかり、本当にもういいから、もういいから、コメント嵐だよこれ、無料アイテム嵐だよ、無料アイテム嵐、ありがとうなんて言わないから、 KB とかいらない、いらないいらない、ふざってーふざってー、ほんと外れ、大外れ、32号さんだけ当たりは、当たりリスナーは32号さんだけ、もう ほんと全員外れ、全員外れ、大外れだよ、32号以外はもう風船つけて飛んできゃいいんだよ、こんなの首に風船つけて飛ばしたいもん、もう飛んでけっつって、あー外れだな、外してるな、パフェ、あれパフェなんかな、でもね48号な、パフェってそのギリギリ本気でなんか頑張っちゃった感じが嫌だな、なんかな、なんかギリギリなんか、いやパフェはねちょっとなんか心苦しいね、本当の金持ちじゃなくてアルバイターが俺のこと好きすぎて無理してる、いいよパフェとかありがとうね、まあまあまあパフェはなんかリアルだよね、なんかなけなしの、なけなしの500円をね、おかずをが肉まんとか殺すぞてめえ、お前てめえ殺されてえのか、肉まんとかやめとけよお前、うん、もういいねとかお礼言わないから、もうまた出た、いいね100個とか微妙なやつ来たよ、いやアルバイターが一生懸命、いやワドさん好きやでっていう、逆に心苦しい、逆にプレッシャー、逆にありがとうね、なけなしのパフェありがとう、うん、パフェの文句ダメ、パフェ文句言ったらダメなの、解放が弟子に戻ることはあんの、解放が本当に自分が気づいて本当に力やり直したいっつったら、ちゃんと自分のことを見つめ直して、本当に私がどこが悪かったのかって分かったら俺はいいと思うよ、もう一回一からやり直したいって本人が言うなら、
ただ今の解放は無理でしょ。全く気づいてないかんね。全く気づいてない。うるせえな、無課金のハズレアイテムがうるさくて雑談やりづらいよ。うるさいよ本当に。ハズレアイテムを投げるなっつってんの。コメントが荒れるだけなんだから。いいねなくなっちゃった、ジャックナイスとかないから。他の枠で見たことねえよ、恥ずかしいよ俺は。他の枠で見たことある？ジャックナイスってないよそれは。いやいやもういらない、手拍子いらない、もういらない、無課金アイテムいらないっつってんの。あー、火炎放射器で焼きてえこいつら。火炎放射器で炙り尽くしたいね、ハズレリスナーを、ハズレリスナーを焼き尽くしたいな。わかる俺の気持ち、バーナーで焼きたい、火炎放射器で。嫉妬する要素がない、うん、あムカつく。海軍カレーとか、狐33号さん花火をプレゼントしました。あれ53号さん、あれ32号さん、サンタさん当たりだな、かっこいいわ。32号さんめっちゃかっこいいわ。お前ら見た、32号さん見た。もうハズレどもは32号さんの爪の赤を煎じで飲みなさいよ君たち、わかる。32号さんかっけえわ、ほんとほんとかっけえ。見てないの？32号さん、いいっすか、いいっすか、あざーす、やば、大当たり。32号さん英雄でしょ、俺のヒーロー、俺のヒーローだよ。おはようございます。俺のヒーロー来たわ。海軍カレー殺すでめえこの野郎。おいやめろけよお前、恥ずかしいぞ。このタイミングで海軍カレーとかないから。無料アイテム投げないでください。メガホンとかやめて。ほんとうおーマジかよ、32号さん、32号さんいいっすか、ありがとうございます、ありがとうございます。カレーはしね、カレーはしね、カレーはほんとほんと俺をこれ以上怒らせるんじゃねえよカレーよ。誰だてめえ、お前か。カレー持ってるなこいつ。あ拍手やめてください、閉めないでね、閉めないで、うん、カレーナイスーとかないから、なんだよもう。嘘でしょ、32号さんマジでビル・ゲイツかな。あーいいね、いいよいいよ、超いいね32号さん。何この人、え僕のことフォローしてくんないですか32号さん。え僕の専属花火師になってくれないですか、もう僕の専属になってもらえないですか。ちょっとマジかっこいい、延長しよう。32号さんもう30分でやめようと思ったけど、やべえかっこいい、本当にかっこいい。拍手いらないから、拍手いらない、わかんない。この人は当たり、大当たり、ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット、超かっこいい。カレーいらない、カレーいらない。ありがとうございます、たくさんありがとうございます。カレーはいらない、うん、うっそ止まんねえ、鼻水出た。おこんなことある、やばいぜおい。32号さんいいじゃん、いいじゃん、32号さんめっちゃいいじゃん。何これ、ま、おいお前55てめえいい加減にしろよてめえ。
58号50号まだ懲りてねえのか。もう32号さんには勝てねえんだよ。50号、この枠は32号枠だから、32号枠だから。カレーとかオーナメントとかカレーナイスってやめろ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 。いやもう32号さん今日から専属花火師になる可能性出てきたよ。専属花火師の和道専属和道専属花火師ついに来たのかもしれない。俺にも時代が時代が今ソソは震えてるから、ソソとミースケのポジションを奪う、ついに来たんだよ。ついにソソとミースケのポジションを奪う伝説の32号さんが来たんだよ。32号さんが終了とかやめてください、やめてください、やめてください、終わってないです。ありがとう6号さん頑張るよ、いってらっしゃい。いや来てるよ来てるよ、いやもう本当だよ本当に。キツネ47号さん、定期無料アイテム捨てがこちらです。キツネ23号さん終了、キツネ5号さん終わった、キツネ14号さん終わってないから、これからだから。そうだよ、32号さんの時代が来たんだよ。終了してないから、これからだから、これから来たんだよ俺の時代が。32号さんと俺がやってくんだよ。やめて、21号やめてください。俺の専属花火師さんをディスんでやめてください。俺がやっと2年間踏ん張ってやっと掴んだ俺の32号さんの悪口やめてください。うん、32号さん終了って言ったの、32号さんが終了って言ったの。マジでちょっと待って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 、終わりの、うわフィンだ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 。32号さん時代が終わった、早かった、一瞬だった。よしよしよし、次行こう。よし、終わったやつに用はない、終わったやつには用はない、終わったやつには用はない。次行くぞお前ら、次の当たりを狩りに行くぞ。おいうるせえよ、やめろ、慰めやめろ。いやもう32号の時代終わったから、いやもういいから、もういいから、終わり終わり、32号の時代はもう終わった。早かったな、キツネ21号さん自分で行ってたぞ。だから終わったんだよ、終わったんだよ。次行くぞ、あやめろ、風船とかやめろ、せっかくいい中で来たんだよ、やめろ。プチ花火師だったな、プチ花火師だったわ、プチ花火師だったな。小銭持ちだった、小銭持ち。うるせえよ、うるせえよ、うるせえよ、うるせえ、うるせえ、ひでえとか言うな、見切りだよ見切り。プチ花火師だよ、プチ花火師、かわいそうとか言うんじゃねえよ、極悪非道だよ。いいんだよ、次行くぞお前ら、うるせえうるせえうるせえ、いいんだよいいんだよ。あー32号さんが風船になっちゃったよ、マジか、闇に落ちた、ハズレリスナーに変わった。32号さんが、嘘だろ、32号さんがハズレリスナーに変わった、マジか。くそー、お前らに持ってかれたか。ダークサイドに落ちた、あー暗黒フォースに落ちたな、マジか、風船リスナーだったのか。くそー、ディスった瞬間変わったな。次探そう、次、終わったな、ダークサイドに落ちた。風船師になっちゃった。さっきまで花火師だったのに。さあしょうないな、ほんとにどうしようもねえな。暗黒面に落ちちゃったよ、うん、
キツネ44号さん。いやーもうダメだね。もうでも風船の量が多いんだよね。多分細かく投げるのがめんどくさいから、あ、これ32号、これ風船1個ずつ投げるのめんどくさくなってるから、これ金持ってるぞ、これ32号は金持ってるよ。これ典型的な金持ちの投げ方の1個1個投げるのダリーはっつってまとめて投げてる、これこれ金持ってるから。いや違う、金持ってんだよこの投げ方。そうなの、あ、ダリーはっつって、これあれだよ、やからだよ多分これ、この投げ方違う、やからやから、だいたいこういう投げ方すんのヤクザだから。俺だいたい分かってんの、モンモンしょってるよこれ、モンモンしょってる、ほら100個に増えてきたでしょ、これやからだよ、やから多分だいたい組長、組長クラスだよ、組長クラス、やからだわこれ、絶対そうだよ。どっかなんかなんかしょってるよこの人、うん、やからは金払いいいから、やからは金払いいいから、やからは、やからは金払い、酔いご自然に、そうやからだよ、うん、組長がこんな枠見ませんの、お前、お前組長リスナーディスんなよ、お前本当組長リスナーディスんなよ、うん、いやいや俺大体わかるから、大体投げ方見たらわかるんだよ。ハズレリスナー集まってますよ、見てください、ハズレ、ハズレアイテムが飛び交ってるでしょ、ハズレコメントと。ヤクザじゃないの、大丈夫、若頭かな、33号さん、うわー怖いよ、怖いよ、話があるの聞くよ。66号どうした、いいよ、何か言いたいことあるの、何何何が言いたいの、風船ありがとう。どうした66号さん、どうしたんすか、うん、話聞きますよ、ヤカラ来たっつって、キツネ9号さん風船めっちゃ持ってる、キツネ32号さん、花火師だったのが良かったな、32号さん風船師になっちゃったよ。便秘つらいよね、わかるよ、あのね、便秘の時はお腹ストレッチしてごらん、あのね、筋肉、腸を動かすの、グーって反ったりとかお腹をグッグッて押してごらん、便秘ね治るよ、腸を運動させるの、超運動させるの。55てめえいい加減にしろよ本当に、うん、風船飛ばす暴力団、もうオーナメントやめてください、やから認定は、やからでしょこんな、風船ヤクザだよ、風船ヤクザ、そう、さっきまでは花火師だと思ってたけど俺は風船ヤクザだよ、風船ヤクザ、こんなの風船ヤクザですよ、そう、花火投げない32号なんか風船ヤクザだよ、風船ヤクザ、どうしようもない本当に、だから32号さんのピークはあのツリー投げたところだから、ツリー投げたところ、そうだよ、クリスマスパーティー投げてくれたところはピーク、ピーク、人生のハイライト、今日のハイライトだから、今日のハイライト、もうただの風船ヤクザになりたかった、風船ヤクザだよ、風船ヤクザ、クリスマスパーティー投げてんだよ俺、初クリスマ、あ、200個に上がってきた、なんかエンジンがかかってきた、風船ヤクザだ、風船ヤクザ、風船すげえ、ね、ツリーまで投げてもらってやから扱いしてんのか、それは怒るわ、だってクズなんだもん。32号さん待ってた、来たよほら、32号さんは終わらないから、わかるこれ、はい、32号さんの時代、はい来た、はい来た、ほらほら金持ちなんだって、ビル・ゲイツ、風船かよ、終わった早かった終わった、すぐ終わった、ダメだ使えない、ほんとゴミだよゴミ、うん、風船やからとか言ったけど風船チンピラだから、風船チンピラ、風船ヤンキーだよ、風船ヤンキー、これヤンキーだわただの、風船ハングレだよ、風船ハングレ、ダメだ、カタギなのかやからなのかもうはっきりしなくなってきた本当に、うん、ダメだダメだ、終わった終わった、
さん花火に昇格した W。 なんだかわかんねえわ。終わった。時代終わってなかった。終わった。はい、すぐ終わった。15号さん32号の時代もうなんだかわかんない。風船4個とか中途半端になってきた。風船に戻った。狐43号さん中途半端になってきた。狐5号さん終わった。なんだかわかんないもん。32号に遊ばれてる W。 なんでもいいんだもん。酔っ払ってんぞ多分。ワインかなんか飲んで酔っ払ってるんだよ。時代は早いよ。風船を4個プレゼントしました。風船でシシシコメントやってる。風船で俺のこと殺しにかかってきたな。チンピラだよチンピラ。こんなおはよう68号さん。うわぁ32号さん大好き本当に。32号さん大好き本当に。俺ね32号さんと出会えてよかったと思ってる。よかったよかった。あれバグった。あー出たこれ。ちょっと待ってバグったんだけどどうすればいいんだ。ちょっと待ってちょっと待ってバグった。ちょっと待って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 、配信画面見えなくなった。ちょっと待ってなんだよ出たふわっちの携帯アプリのバグ。ちょっと待って見え聞こえてる俺の放送。ちょっと待って花火が見えないんだって。出た出た出た。どうしようねどうなってる。コメント欄が見えないんだけどどうなってる。ちょっと待ってごめん花火ありがとう。花火4つから見えてない俺。ちょっと待ってよく聞こもう聞くしかねえこれ、うん、コンプリ、うんうん、テロップ違うテロップ変えようとしたらバグったんだって。画面コメント欄見えないんだって。え頭おかしい、うん、ファンタ買ってた。えファンタ来たの。ちょっと待ってファンタ来てんの今。ええ聞こえてる。違う違う声聞かないと。何何何何ちょコメント欄見えないんだって本当に。え塾長さんいんの今。えマジで言ってんの。海軍カレーやめろや、うん、カレーナイスもやいらない。何何何え花火何個何個何個か教えて。あ花火ありがとうございます。うんうん、カレーはいい。うそうそうそ。ファンタスティックちょなどうなってんの今。何これコメントバグ直せやこれ。え嘘どれさんいんの。えどういうことどういうこと。嘘何個ファンタスティックありがとうございます。誰32号ファンタ 5？ 嘘マジでマジで。えどうなってんの誰誰誰32号マジでマジで言ってんの。ファンタありがとう。え花火パチパチうわえ今何発何発。いやちょっと待ってコメント欄マジで見えないんだけどこのバグふざけんなよ。どうなって招き猫あり招き猫嘘だろ、うん、イカイカ、うん、865号ナイス865号ファンタ来た。嘘ファンタマジで塾長さんだよ。塾長さんありがとうございますマジで。塾長さん来てんの今。えちょっと待って コメント欄見えない。ちょっと待って待って待ってマジで塾長さん来てんの。ちょっとパソコン移動するわ。ちょっと待ってベッドから移動するわ。えマジで言ってんの。塾長来てんの。花火ありがとうございます。花火ありがとう。ちょっと待ってパソコン移動するわ。ええ何発上がってる今。何発上がってる。ちょパソコンえマジでマジでちょっとごめんね延長できないからこの枠。ちょっと待って待って待って今何発何発。塾長来てんの。塾長来てんの今。ちょっと待って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 。自分自枠パソコンで見るわ。ええ来てねえじゃねえかお前。ふざけんなよマジで殺すぞお前ら。お前ふざけんじゃねえよ。来てねえじゃねえかよ。32号、何なんだよ。来てねえじゃねえかよ。ああ、もうこいつらマジうぜえ、ほんとに。ああ、もうほんとうぜえ。32号さん以外信じらんねえわ、ほんとに。アイテムの量だけとんでもなく上がってるように見えるけど、これ、32号さんが投げた花火10発と、クリスマスツリー以外ゴミアイテムじゃねえかよ本当に。ゴミ投げんじゃねえよゴミを。これさなんか大手っぽいじゃん。ちょっとアイテムいろんな種類でバンバン飛んでて、これゴミアイテムだからね全部。ふざけんじゃねえ。塾長来たじゃねえよ。俺コメント欄見てるからパソコンで。ふざけんじゃねえよバーカ。今見てるっつうの。ああもうなん超やる気うせんだけど。32号さんどこ行ったの。俺の32号さん、俺の32号さんは
狐2号さん、もういない、いないの？マジかよ。狐47号さん、少年が。狐61号さん、どれの胸筋のかけらをプレゼントしました。あー、てかこれバグどうやったら直るんだろう。バグ。狐8号さん、ハズリスからサプライズをプレゼントしました。32号さん、どっか行っちゃった？マジで？花火まみれじゃねえから。俺の32号さん、どこ行ったの？65号さん、ファンタス。ちょっと待って、俺の32号さんいなくなってね。ふざけねえんだよ。どこ行った？え、32号さんいなくなっちゃったじゃん。キツネ9号さん、32号さんは去りました。マジかよ、ログアウトしたの？64号さん W わら。じゃあゴミしかいないじゃん。さすが。キツネ47号さん、ノリコをゴミしかいねえじゃん。ゴミしか。キツネ67号さん、ゴミリスじゃん。ゴミリス。どうする？キツネ65号さん、ファンタスティック来た。わらららら。あ、32号さん、どうもありがとうございます。たくさんお前32号さんいるじゃねえかよ。嘘つくんじゃねえよ。何が取り立てだよ、本当に。狐9号さん、32号さんいるじゃねえかよ。ありがとうございます、本当に。たくさん。秋田から永面枠行くはまたな。永面かよ。14号さん、32号は怒ってた。いや、違う。花火っていうかね、あの、ツイッターの、あの、コメントを変えようとすると、コメントが見えなくなるバグがあるのよ。これ何なんだろう、本当に。コメントが見えないバグなの。え、84号？どういうこと？え、よく見ろって何？違う、だから、パソコンが携帯がバグって何も見れないんだって今。キツネ74号さん、相変わらず。エナタンじゃねえよ。おはよう。キツネ60号さん、32号は指名入りました。何なんだよ。キツネ43号さん、花火が来た途端バクルってあるの？いや、だから、配信って一発逆転あるんだって。たった一人の、たった一人のリスナーさんが配信者の運命を切り開くっていうことがよく分かったでしょ。分かる？誰が見てくれるかなんだよ。俺が普段言ってたこと分かったでしょ。たった一人のリスナーが、配信者をね、たった一人の花火師さんが、ね、配信者をスーパースターに変えるんだよ。スーパースターに。分かったでしょ？分かった？だから、どんなリスナーさんかなんだよ。はい、ワドツ。どんなリスナーさんにフォローしてもらえるのかで、配信者の運命は変わるんだよ。それやめてくんない？本当に。俺たちのおかげだなっていうの俺好きじゃないんだけど。32号さんのおかげで、俺は明日生き延びることができんの。32号さんのね、ご好意を、なんで俺たちのおかげだなっていう風になるの？ふざけんじゃねえよ。いや、ちなみさんは多分ね、じゃあドレさんのところに帰ったんじゃないの？ドレさんが100発2日連続ってあれちなみさんでしょ？多分。違うのかな？これちなみさんだと思うけど、帰ったんでしょ？和道のやってることより喋る時の顎をちょっと胃の普通にするのが腹立つ。弾丸塾の撮影現場の YouTube の和道の顎とかみんな見て。俺猪木みたいにしてる？そんなことしてないけどね。してないよ。いや、もう32号さんのおかげでクリスマスケーキ買えるんだよ。クリスマスケーキを。俺のクリスマスが始まったんだよ。いや、猪木みたいになってないから、俺の顎。やめて。何それ？やめて。俺、顎猪木みたいになってないよね。何それ？すげえ嫌なんだけど。この言い方やめてくんね。何、顎が猪木みたいって。キツネ65号さん、ちなみちやほやしとけば使えるぞ。いや、ちなみさんいい人だよ。受け口かな俺。受け口ではないと思うけどな。受け口じゃないでしょ。そんなことないよ。いや、32号さんのおかげで年が越せるんだよ。メリクリだよ、メリクリ。ワノキってやめて、やめてください。いじめないで。花火でこんな面白い。花火悪いね。花火くっそ悪い俺。うん、顎がない方だと思うよ。そう、アデノイド願望って言うんだけど。そうそうそう。だから、しゃくれとか言われると、えって思うんだよね。顎ないのに俺って。うん。全然顎なしだよ。じゃあ皆さんありがとうございました。僕、ちょっと撮影で今日現場疲れたんで。
そろそろ寝ます。いや俺イケメンでしょ。俺本当にガキの頃ジュノンボーイのコンテストに出なかったの本当にもったいないと思ってるもん。じゃあ分かった、あと10分やる。延長できないんだよ、バグっちゃったから。あと10分やるわ。うん、いや32号さんは本当神。本当お前ら32号さんに対して風船ヤクザとか言ったやつブロックするからな。お前いい加減にしろよ本当に。32号さんに対して風船ヤクザとか言ったやつ後でブロック入れるからマジで。俺許さねえからそういうの。俺の大切な花火さんに対して暴言吐いたやつな、風船ヤクザとか言ったやつ後でブロックするからな、覚えとけよお前。32号さんに謝れよ本当。出た風船ヤクザ。風船ヤクザ来た。ハズレリスナー。風船うわうぜえ、コメント欄あげた。なあコメント欄あげた本当に。あ風船ばっかりになっちゃった。風船ヤクザだわ風船ヤクザ。風船嵐だわ風船嵐。風船嵐枠だよ風船嵐。ご覧しんの酔っ払ってんだよ。32号は酔っ払ってるんだよ、もうワイン飲みながら。ワイン2本開けてるね、これ。花火爆弾。酔っ払ってるんだ、朝だから。俺じゃないよ。そう、ゴミアイテムいらない。ハズレアイテムはいらないから。ハズレアイテムは。風船1000個で花火一発分違うよ。風船の怖いところ教えてあげようか。風船の怖い話教えてあげようか。風船って一発4円だから。だから買う額は1000円かもしれないけど、実は配信者には400円しか入らないんだよ。そう知らなかったでしょ。風船って知らない人いたんだよ昔。風船1000個も一緒でしょって言って風船1000個爆投げしてる風船師っていたの。そうだけど、えって風船って500円入らないのって言って、400円何それっつって、そうだよ知らない人、そう還元率低いんだよ風船といいねと。だから KP とか風船とかいいねとか花あるでしょ。これって1個しか投げなかったら配信者1円も入らないんだよ。そう風船師がだからいなくなったんだよ。風船師はだから 0.4 円なの。 0.4 円だから1個投げるっていうのは意味ないの。だから数合わせっていうのがあるの。そう知らなかったでしょ。そうそうそう、これ結構ね昔揉めたことがあったんだよ。何それっつって、一枠ごとだよ。そうだよ一枠ごと。だから1個しか投げない、だから10個単位で投げる人がいるの。ありがとう10個単位で投げてくれてる人。そう10個で投げたら4円入るの、ありがとう。いいなありがとう。今は風船3個でお金になるようにか。あそうなんだ、3個からなんだ。でも1個じゃダメなんだよね多分ね。風船ありがとう。風船投げるやつはアンチじゃないよ本当。ハズレハズレです。そうそう枠の最後に数合わせしてくれる人はだから古いリスナーさんでルールを知ってるんだよ。ありがとうございます。ハートありがとう。延長アイテムはだから、まあ、いつも言ってるけど、みんなが100円投げてくれたら俺月収600万ぐらいあるからね。毎日みんながハートとかバーガーとか投げてくれたら俺月収600万だから。やばいでしょ。それくらいのポテンシャルは秘めてるんだよワドちゃんは。みんなが100円投げたら俺は億万長者になれるから。億万長者に。わかる。だけど32号さんみたいな金持ちに頼る生活しかないんだよ本当に。オーナメントありがとう、入場料で風船一つ。風船一つだとさすがに無理だね。なんか30分に1回バーガー1個投げてくれるのが一番いいかな。全員が100人が30分に1回バーガー投げてくれたら俺は月収100万ぐらいになるね。
30分に1回バーが1個投げてくれるっていうのが、まあ、目安かな。今日で500万ぐらい投げられたんじゃない？さすがにそれ言い過ぎでしょ。さすがに言い過ぎでしょ。大きく出過ぎでしょ。バーガーと肌ありがとう。オーナメントありがとう。いや頑張ってるよ。めちゃめちゃ頑張ってるよ。今日も撮影してきたんだよ。撮影わかる？キャメラマンとして。そう、まあまあでもね、気持ちだからね、気持ちだからね。アイテムはリスナーさんからの気持ちだから、うん、今日いくら稼いだ？この枠で、だからさっきまでいくらだろう、1000円ぐらいしか稼げなかったけど、この枠いくら？花火10発で5000円でしょ？ツリーで2500円だから7500円でしょ？ 8000 円ぐらいだよ。すごくね？時給8000円だよ。時給8000円だよ。六本木のキャバ嬢でしょ。さっきまでホームレスぐらいだったのに1時間で時給8000円だよ。ホームレスから一瞬で変わったんだよ。ホームレスから六本木のキャバ嬢の時給に変わったんだよ俺、うん、いやもうダメだと思ったよ俺。もう終わったって思ったよ。32号さんが俺の人生を変えたんだよ。バカありがとう、うん、いやアイテムは投げないダメでしょ。今月マンスリーいけそう？今何位？マンスリー何位だろう。なんか無料アイテムが今回多かったよね。これが配信会でそう。1時間後に何があるか分かんない。5分先に何があるか分かんない。分かる？これがふわっちなんだよ。人生、自分をこのままマンスリー1位狙う？いいの？アイラ超える？このまま120位前後にいた？まあまあ入る。いつもだからギリギリ150位に入るか入らないかとかそんな感じだよね俺は、うん、ギリギリそんな感じ。いやこれふわっちドリームだから。俺は32号さんに今日救われたんだよ。明日ご飯が食べれるんだよ。明日ご飯が、美味しいご飯が食べれるんだよ。ドリーマーだから、ドリーマー、うん、延長できない、ごめん。なんかねバグっちゃって延長できないんだ、ごめんね。85号さんこの枠で終わりになっちゃう。俺も延長したかったんだけど、あのたまにバグになってコメントが打てなくなっちゃうの、操作ができないの今だからね。ごめん、ちょっとこの枠で終わり。何なんだろうこのバグ、うん、クリスマスアイテムはすごいよね。次役ない。もうあの今日ねずっとね写真撮影してたの、モデルさんの。32号さん塾長なのかな。マジか、塾長さんついに来たのかな。今日の夜まあ起きたらあの配信するよ。夜やると思う。そう、のんちゃん来たらいいなと思ってるけど、のんちゃんがねなんか多分ね今日来ないと思うんだよね。早くのりこ来てほしいんだけど、うん、まあまあ、あの毎日やってるから遊びに来てよ、うん、ありがとう。お疲れ様、お疲れ様です、うん、毎日毎日ちょっと待って、自動延長にしてないこれ。ごめん、これね一回放送ここで切ります。じゃないとね自動延長が無限に連鎖しちゃうから申し訳ないんだけど、あのパソコン操作しないから強制終了するわ。申し訳ない、あのなんかループしちゃう、パソコンの設定上。だからブツって切るね。じゃあ皆さんお疲れ様でした。放送見てくれてありがとう。32号さんとあとハズレのリスナーさんありがとうございました。自動になってない。あ、じゃあこのまま放置だね、うん、あ、じゃあ大丈夫だわ。ありがとう、教えてくれて。全然見えないんだよね。延長だとアイテム勝手に50円使われちゃうからお金がもったいないんだけど、うん、お前もハズレだから4号。何一言だと思ってんの、うん、32号さん以外はハズレリスナーだから。当たりリスナーは、大当たりリスナーは32号さんだけだから。大ハズレだよ君たち。なんか海軍カレーとか、なんかあのピッコロとかセバスチャンとかジャックとか肉まんとか拍手とか。うるせえよ、俺はハズレじゃねえよ。ハズレリないよ、俺はハズレリないよ。ハズレリルとかないよ、うん、ハズレだよ全員、うん、32号さん以外全員ハズレだから自覚を持ってください。やめて、拍手やめて、拍手いらない、うん、
オーナメントなんか大外れだよ本当。生きがってる、生きが、なんだろう本当に。原付だよ原付。原付乗って生きがってるヤンキーだから。大外れだよ大外れ。レアアイテムが集まっちゃったよすげえ。いや結構レアな、レアなアイテム集まったな。レアアイテムが集まった。高光っていうのやめて。高光っていう本名やめて。高光っていうのやめて。高光って言わないで本当に。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はいはいはい、お疲れ様です。はいはい、さよなら。高光って言わないでください。はい。